皆さんこんにちは、ホック TV のホックです。今日はスペシャルゲストをお招きしております。彩香さんです。はい、こんにちは。彩香さんには何回かホック TV のゲストで来ていただいたことがあるんですけど、今日はその前回のビデオよりもより深くいろいろ聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、お願いします。で、彩香さんがどういう人かっていうと、なんと1年前に日本での仕事とかを全部辞めて、今ベトナム移住して1年住んでるっていう状況ですよね。はい、はい、そうです。なのでなかなか日本人でもこう日本を捨てたわけじゃないですけど、こう日本の生活をやめて海外で暮らすっていう、しかもねベトナムっていう、それがベトナムなんで、そういう女性は少ないと思うので、本日はいろいろお話を聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。でまず早速なんですけど、日本を離れてこうベトナムに来ようと思ったきっかけって何かあるんですか？私はまあずっと、公務員として働いてたんですけど、その公務員で働いてる時にちょっと仕事を頑張りすぎて体調崩しちゃったんですね。でその時に体調崩して休みながら、自分はどうしたいんだろうなって、今後こうやってもし体調崩して元気になっても、また同じ職場で働きたいのか、もっと自由にのびのびと好きなことをして生きていきたいのか、どっちかなって考えた時に、その自分がやりたいことに挑戦して生きていく方が楽しいのかなって、でそれを目標に頑張って仕事にまた復帰して仕事を続けて、で自分で仕事にも納得、ここまでやったからいいかって思えるところで、辞めて、でベトナムに来たって感じですかね。公務員を辞めてベトナムに来たっていうことなんですけど、はい、そうです。公務員の仕事ってすごく安定してるじゃないですか。はい、給料は年ごとに、その勤務年数に応じて年齢に応じてどん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 上がっていくし、成績が悪いからといってクビもないし、定年まで安定して働ける職業じゃないですか。それを辞める勇気っていうのはなんで持てたんですか？そうですね、仕事がすごいしんどくて体調を崩した時にもう自分はダメなのかもしれないっていうふうに思って、やっぱ向いてない、合ってないのかなって思ったことが一つきっかけでもありますし、海外に漠然と憧れがあって、で行ってみたいなと思って、挑戦してみたいって感じです。ちょっと深掘りさせてもらいたいんですけど、はい、海外に挑戦って具体的にはどういうことですか？挑戦って言ったらちょっと大きなことになっちゃうんですけど、単純に日本だけじゃなくて、いろんな世界を見てみたいなって、いろんな国にいろんなお友達だったりとか、そういう海外で住む人の、価値観とかっていうのを見てみたいなって、でできればそういう海外とかで少し働いて、その現地の人と深くつながれたら、勉強になるかなっていう、その海外といっても、はい、日本人とこう親和性が高いというか馴染みの国って、ベトナム以外にもタイとか、アメリカとか中国、韓国、日本人が住んでる国ってたくさんあると思うんですけど、その中でもベトナムを選んだっていう理由は何かあるんですか？もともとはニュージーランドに行きたかったんですよ。広い土地に羊とかがいるようなこうのんびりしたところに行ってみたくて、そこでゆっくりしてみたかったんですけど、
まあそのいろいろまあ、コロナの影響とかタイミングが悪くてニュージーランドに行けなくて、で、まあ、悩んでる時にもともと知ってたホックさんや、うん、あの前の仕事でたまたまベトナム語を話せる方が近くにいたので、うん、そういった方からベトナムという国があるんだよって、うんうん、選択肢の中にあるんだよっていうのを教えてもらえて、うん、で、まあ、調べていくうちにあベトナムって面白い国だなと思って、うん、でベトナムに来ました、はい。まあ、ニュージーランドには広い土地に羊たくさんいるかもしれないですけど、うんうん、ベトナムは広い土地に水牛、水牛いますよ。本当そうですね。水牛がたくさん群れで、はい、かわいいです。なるほど。じゃあベトナム移住す、うん、しようと思ったきっかけの一つに私いるんですね。まあたま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 です。なるほど、はい。で今ベトナム語一生懸命勉強してるじゃないですか、はい。ちょっとこれぜひね紹介したいんですけど、ちょっとあんま恥ずかしいんですけど、ちょっと見えますか、ね、こんな感じで付箋がすごい貼ってあって、本当にもう教科書もこんなたくさんあって、本当に彩香さんは一生懸命ベトナム語を勉強してるんですけど、どうですかベトナム語の勉強具合は。いや全然ダメです。まあ、ベトナムに来ると決めてから少しずつ、うん、あの勉強したりとかっていうのはしてたんですけど、うん、でも、まあ、ベトナムに来てからも割と少しずつちゃんとやってるつもりではいるんですけど、うん、なかなか自分の言いたいことは言えないですし、発音が悪くて笑われたりとか、うん、なかなかうまくいかないですね、うん。日本にいた時にすでにベトナム語の勉強始めていて、1年ぐらいでしたっけ、はい、半年とか1年とかぐらい。1年やってベトナムに来て1年、うん、そうすると合計で大体2年ぐらいじゃないですか。本当ですね。ベトナムに来てから、うん、ベトナム語は上手になりましたか。まあ、来る前よりはそのベトナム語に触れる機会も増えたので、うん、あの音のこうリズムとかっていうのに触れる機会は増えたので、上手になってはいないかもしれないですけど、うん、なんかあこういうのがベトナム語かってこう。なるほど。なんかさっき笑われるって言ったんですけど、はい、私逆にこれ私がベトナム人の好きなところでもあるんですけど、うん、少し話せただけですごいって褒めてくれるじゃないですか、はいはいはい、なんでこんな喋れるんですかとか、うん、それが嬉しくて、うん、もっと勉強頑張ろうって私は思えるんですけど、うん、そんなに下手だからといってこうバカにされたとかってあんまりなくないですか。うん、ああ、多分バカにされるとかそういうのはないと思います。はい。あのすごいあの褒めてくれる人が本当に多くて、うん、あそんなこと言えるのってすごい普通の簡単なことでも、うん、あのすごいねって言ってくれる方はすごい多いので、うん、あの本当一つ単語覚えて、うん、ちょっとこう言いたくなる、うん、っていうのはありますね。うんうん、はい。彩香さんはベトナムに来て1年で、うん、なんかこう変わったことって何かありますか。変わったこと、うん、まあ私もともと日本にいる時からあんまり、うん、家に人を招いてパーティーしたりとかはあんまりしなかったんですよね。まあ、仕事で結構疲れてたりとか、あんまり自分のテリトリーを見てほしくないとかあって、あんまりどっちかと言ったら外に遊びに行くみたいな方が多かったんですけど、ベトナムの方はすごく自分の家に招いたり人の家に行ったりで一緒に料理してご飯食べたりっていうのがすごい好きなのかな。なのでなんかそういう近い距離の友達ができたかなっていうふうに思います、うん、近い距離の友達ね、うん、家に
来る、これまで日本の時にはこう家に来るっていうのは本当にもう近しい友達だけだったんですけど、今は割とみんな来て一緒にご飯作ろうみたいな。ということは、その日本人からはあまり人気ないけどベトナム人からは人気があるってこと。友達が少なかったっていうことではなくて。そういうことですか。いや、まあわからないんですけど、でも日本にいるときは彩香さん家に行きたいっていう人はあまりいなかったけどベトナムに来てからは遊び行きたいですっていう人が結構いるってことですよね。あ、じゃあそう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 いうことですか。